竹内由香と岸本理沙の藤山ラジオ本気で喋っていい始まります。次に富士テレビアナウンサー入社13年目の竹内由香です。はい、そして、入社2年目になりました岸本理沙です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は私たち2人と幼いアナ、山本アナの4人が毎回交代でパーソナリティを務め、ゲストのフジテレビアナウンサーと素をさらけ出すをモットーに配信していく番組です。はい、そして YouTube だけではなくて、ポッドキャストでもゆくゆくは配信していきたいと思いますと。すごいですね。ラジオのでも確かに耳だけで楽しめるのはね、ラジオいいところだから、ぜひ配信していきたいと思っています。そして今回、2回目ということで、MC は私たちが2人でやっていきます。ここで改めて私たち自己紹介をしていきたいなと思います。私は入社13年目になります。竹内由香です。去年の11月末に復職をしました。はい、1年半ちょっと育休を、産休育休を取っていて戻ってきました。はい、なので、そうですね、産休前は主にニュース番組かな、を担当していて、戻ってきても今ニュースを、お昼のニュースを読ませてもらっているという状況です。はい、その今2歳になる息子がいるので、一緒に、公園に行ったりして日々過ごしております。息子がもうお砂場とあとブランコが大好きで、かわいいだから一緒に乗って、私が乗ってその上に、息子を座らせて一緒に漕いだり、あとはそうだね、お散歩したりかな、のんびりと日々過ごしております。素敵な日常がめちゃめちゃ想像できます。さあそして、はい、そして、入社2年目になりました、岸本理沙と申します。そうですね、1年目から2年目と、まだ1年しか経ってないんですけれども、でも1年しか経ってないって言うけど、はい、かなりの安定感があって、本当ですか？ 3、4年目みたいななんかもう、ちょっと嬉しい、嬉しいですね。ちょっと安定してきたのか、まだ全然私内心はもう、本当まだバックバックしながら、いろいろ、まあ、本番とかを迎えたりしてるんですけど、何ですかね、何だろう。まあでも、2年目の抱負は、余裕を持ちたい。余裕を持ちたい。やっぱり、1年目って、何でも全て初めてで、なんかこう、一つやるにしても、全集中 100%、全て出し切らないとっていう、まあなんか余裕がなかったなーって思うので、2年目はもう何でも来いみたいな感じの気持ちを持てるぐらいの余裕がある。2年目になれればいいなっていう。そうか、はい、でも旗から見るとすごく余裕あるタイプに見えて、本当ですか？それがこう安定感に見えるのか、映ってるのか、ちょっと嬉しい、嬉しい。もう1ヶ月でちょっと目標達成できたら嬉しいんですけど、そんな感じではないっていう自分の中では。あんまり出ないタイプ？あんまりでも確かに表情とかには出ないかもしれないですね。あとは結構楽観的なタイプなので、もう何でもわーって笑って寝たら忘れるみたいな。いいね、向いてるね。アナウンサーだって毎日さ、生放送あって、ずっと引きずってたら、多分やっていけない。まあでもそんな感じの、はい、2年目に、余裕を持っていく2年目にしていきたいなって思います、今お仕事は？今、ポカポカと目覚まし8とイットとチャギントンっていう感じですね、今は。生放送も多いな。生放送がちょっと多いので、まあ体を慣らして、まあでも
楽観的なので、まあなんか反省しつつでも、反省しつつ、まあ、ね、そうですね、あっという間に終わっていたから、切り替えて、うん、切り替えていけたらなって思いますね、うんうん、本当に。あと趣味なんですけど、うん、趣味が本当結構あった、ありました今。私今更なんですけど、うん、ワンピースにハマっていて、漫画で今読んでるんですけど、うんうん、3週間前ぐらいに読み始めて、今1061話かな、に入って、結構もうすごい怒涛の勢いで今12時間漬けとか1日それはアニメで、いや漫画なんですよ、で読み始めて、それが今趣味なんですけど、うんうんうん、ワンピースその最新話まで行ってしまったらどうしようって、うん、楽しみがちょっとなくなっちゃうっていう。でもまだ毎週出てるんですよね。毎週今一応連載はあって、ね、ただその追い上げるようにして読んでるので、12時間はおかしいですよね。おかしいよね本当になんかおかしいなと思う。おかしいよ1日のねもう起きてすぐワンピースみたいな。でそのさ、秋島さんさ、はいはい、1061話、はい、ってそれは61話ってどういうこと私はその何巻っていう漫画は関数での認識だったんだけど確かにそれはどういうふうに読んでるの？本当ですね、電子書籍？そうです、電子書籍でアプリとかでダウンロードして読んだりとか、うん、あと私その全然漫画喫茶で借りて漫画のその普通に単行本で読むことも全然あるんですけど、うん、結構話数で読んじゃうとか認識しちゃうタイプで、なんかそういうタイプあるんだ。だから1061話は第何巻に属するのか把握してない。今じゃあ何巻って言われるのか分からないです。一体何巻に突入してるのか、全部話数で。でも大体みんなさ、なんか会話するときにさ、はいはい、今何巻のあたりとか、今そこいいとこだよとか言うじゃん。え、巻みたいな。和数はみたいな。そこはもう本当に噛み合わないです。いつも。そうだよね。だからもう物語で言うしかないです。大体誰がどうなってるみたいな。初めて聞いた。和数。1061話。何巻って、うん、なってますもん。気になる。今何巻あたりいるのか。ちょっとリスナーさん教えてください。今私は何巻にいるんでしょうか。募集しよう。フジアナラジオ、本気で喋っていい。でも私、ゆかさんが最初に出会ったのが、うん、多分なんだろうドキドキするなんだろう、ゆかさん多分覚えてらっしゃらないと思うんですけど、うん、私がそのイットの天気の代行を1年目にした時にお台場の、いやもちろん覚えてる、嬉しい。その夏のイベントがあった時に、うんうん、そのゆかさんと旦那様と、そうそう、あとあのお子さん、うんうん、皆さんでお台場にそう遊びに行ってらっしゃって、本当に素敵な家族だなって、ありがとう、もうそのイメージのままです。あ、本当、もういや、もうずっとあの日ね、はい、ちょうど外から中継してたし、はいはい、うちの息子がもうガチャピン大好きで漏れなく漏れなくガチャ愛されてるな、どうせだったらもう見に行っちゃうかってその日に決めて、そうなんですね、そう弾丸で弾丸で行って、うんうんうん、でちょこっとね、あの日実はだからお天気中継の後ろに映ったの、はい、映ったんですよ、家族で。そう、待って、ちょっとオンエア録画してるかな、ちょっと探します、今日帰ったら、うんうん、もしかしたらいるかもしれない、ガチャピーと岸本ちゃんと私たちがいる後ろちっちゃくね、めっちゃ面白そう。そうなの。気づかなかった。じゃあもしかしたら。うん。でも一瞬ね、一瞬ちょっと映るけど。ちょっと見てみて。ガチャピンの後ろに。うんうん、うん、見よう。多分絶対目立ちますよね。うん。そうそうそう。抱っこされた息子がいる。かわいかった。そうなんだよね。あの時何歳でしたか？あの時に、はい、もう1歳なってたかな。
もうガチャピンをガチャって言うようになって、あら、そう、それで、あ、やっぱりもうガチャピンは認識するのが早かったから、そうなんですね。うん。うんうんうん。どうせだったら、もうそうやってガチャって名前言えるのが、うんうん、もうパパ、ママ、ガチャぐらいだった。パパ、ママと並ぶ。うん、ガチャ、ああ、ガチャ、ガチャって言ってたから、もうそこまで言われちゃうとさ、見に行くしかないってなって。もう行くかって。行くかってなって。本物って。そうそうそう。うわ夕方行ったよ。ああ、喜んでました。うん、喜んでた。一緒にね、ちょっと写真も撮ってもらって。ガチャ様と。すごい、ガチャ様。ガチャ様と。ガチャ様は、もうめちゃくちゃ可愛いですよね。そうなんだよね。思い出ですね。お家にもね、だからガチャピングッズ結構あって。ああ、そうなんですね。うん。めちゃくちゃグッズ、マニアみたいな。ぬいぐるみと、あと T シャツと、うんうんあとね。そんなにたくさん、うん、そう。シール？ガチャピンのシールいっぱいあって、家中貼られてる。それでも剥がすと怒るからさ、うん、どうぞどうぞ、してください。もう良きように。もう良きようにしてくださいって、ね。なんかもう、怒っても、はいはい、今もうイヤイヤ期で。あ、そうなんですね。感触がすごいから。だから、もう、わーって泣きわめかれるより、うん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 、まあ、ある程度のことを、もうちょっとこう、うん、なんていうのかな、ダメなことはダメって言うんだけど、うんうんうん、もうそれ以外は、まあできるだけもう寛容にしなきゃ、もうこっちが持たないから。ああそうなんだよ、もう。どうやって抑えられるんですか、その。うん、ああ。もともとでもそんなにね、うんうん、私人に厳しいタイプだから。そう、意外にギャップ、ギャップです。人に厳しい。弟がいたんだけど、うん、はいはいはい。弟を、もう、子分のように引き連れてたお姉ちゃんだったから、なんていうのかな。めっちゃ面白い。もう、厳しい姉だったから、はい、なんていうのかな、うん、失敗というか、うんうん、そういうものをあまり、こう、寛容には許せるタイプじゃなかったんだよね、うん。ただもう息子が生まれてからは、もう何でも OK っていう境地に達した。すごい。もうそうならざるを得なかった。うん、あ、もう、そう、もう変わって、自分を変わってしまう。そう。たったまだね、2年なんだけど、はい、なって、はい。もうなって。なって2年で、はい、ここまで来た。そんな、変えてしまうほどの力を持ってるんですね。いや子育てはね、大変だな。そうなんですね。やっぱりその、生まれて、イヤイヤ期に突入してから、変わったっていう感じですか、うん、もう許していこうみたいな。そうだね、うん。もう、例えば、こう、牛乳飲みたい。うん、牛乳って言うから、牛乳ついであげても、泣くのよ。うんうん、何どうしたの、うんうん、牛乳だよって渡すんだけど、はいはい、あーって泣いて怒って、え、なんで、うん、牛乳だよ、なんで、うんうん、飲みなって言って渡すんだけど、うん、泣きわめくわけ。あ、このコップじゃなかったの、うんうん、じゃあこっちに入れよっかって言ってこう牛乳移して、うん、あ、違うって言っちゃう。あ、じゃあストローで飲みたい。じゃあストローを刺す。違う。違う。何が正解だって。で、なんかずっとその牛乳出してた紙パックを指さしてたから、うん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 もしかして入れたかったって言ったら、ふぅって言うから。すごい。そうなんだって。それって、うん、もしかして入れたかったっていうのは、うんうん、普通に話したら、うんうん、理解されるものなんですか？そうだね。入れたいのって聞くと、うんうん、うんって言うから、すごい。頭いいです。分かってるんだろうね。だから自分では伝えられないけど、うんうんうん、こっちの言ってることはなんとなくもう分かってきて、うんうんうん、分かることが増えてて、すごい。意思疎通はちょっとずつ取れてきたかな。2歳前にして。すごいですね。そこが、なんだ、うん、そうだね、成長を感じて嬉しいかな。親子だから伝わるんですかね。かな不思議ですね。不思議よ、だんだんだよ、日々。ああ、日々、だん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 。まだ全然わかんないこともある。え、そうわかんないことも多いけど、そう。でも楽しいですよね、その時期。そうだね、うん、そうだね成長を感じる。うんフジアナラジオ本気で喋っていい。改めましてフジテレビアナウンサー竹内ゆかです。そして岸本理沙です。さあラジオのコーナーを考えようということなんですが、うんはいうん、コーナーですね、なんかやっぱり趣味の部分を聞きたいなっていうのがあるので、おすすめの趣味を
まあ、もちろんそのアナウンサーの先輩方もそうなんですけど、アナウンサーの方だけじゃなくて、リスナーの方からも、うんうんうん、こんな趣味あるよとか、おすすめこれだよっていうのがあったら、もうぜひ、聞きたい。教えていただきたい。うん、なんか自己紹介するときに、はい、言えるような趣味欲しい。いや、欲しいです。めっちゃわかります、ね。何もないからさ。はい。なんか、かっこいい趣味だと何ですかね。うん、なんか、アクティブなのもかっこいいなと思って。渚ちゃんがさ、はいはい。ありますよね。でしたっけあれ。船作る、ボトルシップみたいな。ボトルシップ。はい、はい。いろんな模型組み立てたりしてるじゃん。うん。うん、かっこいいよね。かっこいいです。めっちゃかっこいいです。あのね、集中力と手先の器用さと。はい。あれは憧れるよね、うん。どうやってやってるんですかね、あの、ボトルの中に手入れて。本当になんか、こうさ、ピンセットみたいなのでやってたからさ。はい、うんうんうん。いや、あれを、ああいうの見て、やりたいなと思うんだけど、はい、でも自分にできる気がしないと思って、いつも諦めちゃったり。え、それこそ、うん、料理とかってどうですか？料理ね。はい、料理はね、うん、趣味に私ならないんだよね。ええー、本当ですか？うん、家事とかで料理とかしますか？もう仕方なくしてる。あもう仕方なく義務みたいな。うん、そう。もう息子を成長させるために、うん、あ仕方なく、本当はしたくない。うん、したくないけど、もう自分だけのためとかだともう全然やらない。なるほど、そっか、趣味って自分のためですもんね。ね、確かに。自分のためだと、うんうんうん、ためになるため、なんていうのかな、うん、教養の時間とかじゃなくて、はい、私は漫画、ゲームとかそういう娯楽、うんうん、自分が楽しいとか、うんうん、そういう感情に浸れるものに行っちゃう。あー。なんか料理の腕を上げようとか、はい、なんか勉強して資格取るとか、うんうんうん、あんまり、もう全然そんな。確かに。気力がない。気力も料理ない。そうですよね、うん。私もめちゃくちゃめんどくさがり屋なので、料理とか全然しないです。しっかりしてそうに見えてた。ま、真逆です、真逆です。全然しないです。そうなんだ。はい。もう母が料理大好きなので、もう母の料理を食べて、ね、ご飯食べて、うんうんうん、自分は何もしない。何もしない。掃除洗濯とか。掃除洗濯も、あ、でもさすがに掃除とか洗濯とか、うん、まあ、しないといけない時はするんですけど、うんうん、なかなかこれがまためんどくさがり屋なので、自分をこう奮い立たせないとできないっていう。うんうんうん、もうだから、いい旅だった。そうなんですよ。話して初めて知った。なんかいいですね、こういう。うんうんうん、本当に。そうなんだ。うん。なんだろう。全部きちっとしてるタイプかと思った。全然、あ、もういいよ、適当で、みたいな感じのタイプです、もう。竹内派ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。竹内派に入らせていただいて。はい、よろしくお願いします。光栄です。あとは、私は子を育てる母として、はい、今もうかなりのイヤイヤ期に手こずっているので、イヤイヤ期の面白いエピソードとか。なるほど。いいですね。聞きたいな。イヤイヤ期。そうですよね。先輩ママさんのそういう苦労話も今後聞いていきたいなとも思ってます。うんうんうん、確かにたくさんいらっしゃいますもんね。ね、お子さんを、うん、ママさん、アナウンサーでもめちゃくちゃ活躍。もうね。パパアナ、ママアナ、ね。そうだよね。よくね、あの、うん、昼のニュースであだけくんと一緒にやってるので。はい、はい、はい。もう、いつもその苦労をお互い話してますか？そう。ねぎらい合って。いやいやき、うん、いやいやき。ああ、でも今日はもう、保育園スコップ持っていくって聞かなくて。怖い。スコップ持ってくんですか？うん、そう、そういう話をして、お互いに、お疲れ様、とか言ってるから。放送前に。放送だね、全国のリスナーさんからの、うん、そういう黒話をお互いに、うん、面白い、うん、ねぎらい合いたいなとこんな黒があったよって、うんね、あと今私たちが話したようなおすすめの趣味とか、うん、そういったことも、うん、あのフジテレビアナウンサーの公式ツイッターで募集をしているので、うん、そちらの方にぜひぜひたくさん送ってください。お願いいたします。お願いします。それをもとにこれから私たちはこのフジアナラジオを、うん、
もっともっと盛り上げていきたいなと思ってます、はいうんうん、はい、頑張りましょう頑張りましょういいラジオですもんねねえ、うん、しかも本気で喋っていいですかね何でも喋っていいとこの歴史ある本気で喋っていい、はいはい、もうのラジオ版がついに、うん、ねえいやこれからはいどうなっていくかねいやどうなりますかねやっぱりでもコーナーと、うん、作っていきたいねうんそうですよね、うん、あとリスナーさんやっぱりラジオといえばリスナーさんあってこそなので、うんね、そうそうそう、はい、交流しつつね、うんうん、いろいろ作っていきたいので、はい、皆さんよろしくお願いします、うん、よろしくお願いいたしますしゃべっちゃうこのラジオが面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします藤穴ラジオ本気で喋っていいちょっと違ったな